こんばんは、メタモズ TV です。今回進行を担当しますメタモズの菊池です。この番組は毎週この時間にメタモズスタッフの生の声、そして最新情報をお届けしております。ライブ放送中は皆様からのメッセージを受け付けておりますので、どうぞお気軽にご参加ください。はい、今日のテーマは、パルーの最新情報ということで、はい、上松さんをお迎えしています。こんばんは。はい、こんばんは。11月の21日に発売されましたパルーですけれども、ね、はい、はい、3週間かな、3、4週、まだ1ヶ月経ってないんですけれども、先週すでに1回目の、はい、アップデートがあったということで、はい、今日はそのアップデートの内容を中心に、お届けするんですけれども、まずはパルー、ね、まだ新しい製品ですので、こういったものですというあたりもお伝えいただくと。まあ、はい、難しいものではないので、まず簡単にこう、じゃあパルーの話を、パルーって何なのっていうのを少しおさらいして、その後こうアップデートしていく、どんなものをアップデートしているかという話をちょっとさせていただければと思います。はい、そしたらパルーのもう切り替えちゃってください。じゃあ早速、はい、パルーの画面、パルーの画面に切り替えましたけれども、はい、パルー、まあ、基本的に何って言った時に、まず言葉で言うと、カレンダーの形をした手書きコミュニケーションツールみたいな感じでいて、まあ、ご覧、もうここでもご覧いただいているように、もうまずカレンダーです。はい、でこうカレンダーがこう、まあ、直感的に操作できるこうカレンダーと、まあ、横スワイプすると次の月行ったりとか、はい、そういうのがあって、そして、まあ、ここご覧いただいても分かるように、そのカレンダーの中に手書きで、いくらでもこう好きなものが書けるというところが、はい、まあ、まず基本的な話ですね。でこうそのさらにこの編集のところでも見てご覧いただかれているように、まあ、複雑な機能はなくても、見たままと、もうペンの太さをちゃんと切り替えてちょっと書いたり、色を選んで書いたりする、まあ、こんだけですよと、まあ、まあ、ある意味そういう単純な手書きのものですよと。でもう一つこう大きなこう特徴になってくるのが、はい、まあ、ここをご覧いただいて分かるようにカレンダーの種類というかいっぱい作れますよと。はい、目的に合わせて、いろんな、カレンダーを、作っていくことができますよというようなことですね。マルチのカレンダーになってますよと。さらにはそのマルチのカレンダーというかカレンダーを書いたものが共有できますよというやつなんですね。はい、これなんかちょうど先週かな、ユーストリームエンジェルさん来てくれた時にパルーの紹介してくれたんですけれども、それそのままこうずっと、見てるんですけども、こうユーストリームエンジェルの書いてくれてる内容を共有して僕は見てると、はい、こうなんだろう、 この中にいっぱい出てくる唐揚げくんっていう蛇がいっぱい出てくる場合ありますけれども本当こう同じ月のカレンダーというかスケジュールをといくつにも分けて見られるという感じですよね。であと、まあこう我々のこう内輪では、まあこのメタモジ TV の、ここちょっとゴミ先書いちゃいましたけど、はい、メタモジ TV の内容をこうやって共有していろいろなこう使い分けしてたり、まあ、自分自身を作ったりいろんなこう使い分けをして共有していくことができる、まあ、そういうものなんですね。まあ、ここがその共有できるというところが手書きコミュニケーションツールというようなところの、まあ一つあれかなというふうに思ってます。はい、まあ、ここが、まあ、ここまでが、まあ、パルーって何っていうところなんですけれども、はい、じゃあ、新しい機能って何なのっていうところを、はい、じゃあ、紹介していこうかなと思います。お願いします。はい、じゃあ、一つ目ですけれども、はい、まず、まあ、こうカレンダーっていうのがあった時に、まあ、我々も普通にカレンダーっていうのを考えると、うん、まあ、日曜から始まって日月火水木金土って並んでるのが、まあ、僕普通に、まあ、そうですね、私なんかはそう思ってるんですが、まあ、そうです。はい、これいろいろこう話を聞くと、こう、まあ、こういうパルーとかを説明させていただいたと聞くと月曜始まりが欲しいという声って結構、まあ、使っていただいている方からもその要望もあったんですけれども、いろんな方に話聞いても、まあ、その月曜始まりが欲しい、なんでって聞くと、はい、土曜と日曜がくっついてるのがいいと、まあ、月火水木金土日と、で土日でこうどっか遊びに行くとかねなんかすごく忙しい人とかはなんか土日をすごく大事にしたいらしくて、そこにこうくっつけてやったいというのがどうも、まあ、いろんな理由があるとは思うんですけれども、そうですね、それでできないのって話を聞いてたので、じゃあということで月曜始まりのカレンダーに対応しました。はい、
変更の仕方ですが、ここの、まあ、設定のボタンを押します。歯車のマークですね。はい、歯車のマークですね、はい、でここのシステム設定っていうところをポンとこう押してやると、はい、ここですね、月曜日始まりカレンダーっていうのが新しく追加されました、はい、でこれをオンにしてやって、うん、ダンとするともう月曜日から始まるですね。土日がつながりました、ね、土日がつながってます土日がつながってますというメタモツ TV のカレンダー特に土日寂しい感じなので移動した感じはでも、まあ、はい、土日がつあの週末という形 で、ね、はい、つながってくれます。ユーストエンジェルさんの場合はこういろいろとこうかそうですね、土から日にかけて例えばその何かをするっていうような方もあるかもしれないので ね、 そうですね、そちらはこういうところにこう土日がつながって、まあ、戻すのも簡単でこう普通にこうシステム設定でまたこうオフにしていただけるとじゃあポンとたたくとまた日月から戻ってると、まああのお好みに応じて自由に切り替えて使ってくださいというのが一つ一点目ですね。でもう一つが新しい機能がですね、あのまあこのカレンダーですけれども大きな特徴にまあ複数あるので比較してみたいと思った時に、はい、例えばメタモジ TV とかこういうインストリーメントを落とすとこうパッとこうあの透けて下の透けて見えるんですね。透けて見えて重なって、はい、まあ、予定とかそんなのを変えた時に重なってるところとか重なってないところがこう簡単に分かると、はい、こう透かしてみると、はい、あなたの人生と透かしてみるみたいななんかそういう話があったかもしれないけれども人生ですか？あの、まあ、ないですけどそう、あの、ユーストリームエンジェルさんがたくさん来てくださった時にも、はい、スケスケってすごく喜んでくださっていて、そうですね、そういうようなこう透かしてみるという機能、まあ、これあの、はい、iPad 版だけだったんですけれども、iPhone でも対応しましたというのが今回大きなポイントです、はい、こちらの方でじゃあちょっとご覧いただこうかなと思います、はい、お願いします。ここありますね、ちょっと大きくします。逆に小さくしちゃったすいません、なんかお役に立てなくて全部やってもらってます。いや、あ、まあ、はい、まあ、これ今まで通りこうそういうこういうあの iPhone 版でも普通のあれなんですけれども、はい、これを、今までは押しても何も起こらなかったんですが、うん、ここでこう押すと今出ましたね。こうユーストリームさんだと、こう、ここに唐揚げくんがいますが、メタモジ TV、こちらはブログ OK ってなってるところに、長押しすると、ちょっと薄く唐揚げくんが映ってると。25日のところに、ゆるキャラグランプリが。あ、ゆるキャラグランプリ、はいはい。そうそう。そうそう、浮き出るってみたいな。そう、何もないところに入るとすごく分かる。あの、重なってる時は、裏の方がより、ちょっと薄くなって何もないところではちょっと濃いめに出るようになっているので、はい、そうこうそういうのでこう見れるようになっているんですが、うん、このようにこう iPhone 版でもこれまあ iPod Touch ですけれども、はい、iPhone でもできるようになりましたと。これもなんか結構あの iPhone で透けて見えたらいいのにねっていうのも重ねて見えたらいいのにねというご要望があった機能なんですけれども、うん、なんとかしつけしましたと。最初なかったのは結構難しかったんですね。あのそれでやってなかったんですけど、一つ乗り越えたっていう、はい、なんとか乗り越えましたというところで、やはり、最初から多分意図されてたことかなと思うんですけれども、iPad で作ったのを iPhone で見たいよっていうふうに両方で使われる方本当多いみたいですね。そうですね、あの最初から、まあ、共有っていうのもあるんですけれども、iPad で、まあまあ、全体パッと見渡すのもあるけど、普段こうちょっと、はい、出歩いてる時に使った書いたり見たりするのは iPhone の方が便利っていう時があって、そうですよね、まあ、そういうところと組み合わせっていうのは結構あるかなと思ったんですけれども、あとまあ iPhone 単独で使っておられる方もかなり多くて、やっぱり、はい、あの iPad、まあ、それで便利に使えたりカレンダーが手書きのカレンダーがあったらいいなという話の中でいろんなご意見いただいていて、はい、それで、じゃあやっぱりね、iPad だけ一生懸命作りましたってわけじゃなくて、汚くなってきたんですか、やっぱりちゃんとそれなりに、はい、使える機能としているかなと、なりということで、用意してしましたというのが、はいはい、このアップデート、ね、あの早速 iPhone でできるようになって嬉しいですみたいな声もいただいてましたよね。ありがとうございます。そういったリアクションは作った甲斐がありました励みになってます。ありがとうございます、はいはい、で、まあ、ここまで2つ、まあ、いろんなそういう意味でこう
今回割と多かったのはもう使いそういう使い勝手ですね。そういうのをより改善していこうというところのをこうやって、月曜始まりだったりこうカレンダー重ね合わせだったりやったんですけれども、あともう一つ、コミュニケーションツールというところで考えたときに、いろんなコミュニケーションとかをこう、共有しましょうよっていう招待メールがあったんですけれども、もっともっとこう、他の方法でも、やれた方がいいかなと。メールの場合でも、うまくこうそのメールの中から切り出して、送れば共有できるんですけど、やっぱちょっと難しいので、もっと簡単にできるようにしようということで、今回はミクシーメッセージの経由で、これもどうか、ミクシーとかも対応したらいいんじゃないのみたいな話をちょっといただいたので、そうなんだと思いながら、こうじゃあミクシーも、そういえばいろいろ結構ね、日本の中でも最大級の、ソーシャルネットワークですけれど、そういったところのでも使っていただける方が便利に使っていただければいいなということで、ミクシーメッセージでの招待も作ったりしました。これもちょっとご覧いただきますと、あれではないんですけれども、ここの、ポンとこう叩くと、カレンダーのタグのところを叩くとカレンダーの設定で出てきて、この下のところにこう共有の設定出てますけど、共有の設定のところをポンとこう叩くと、今ちょっとこれまだ共有してないんでグレーになってますけど、そうですね、じゃあついでなんで、これ共有したい、最初はこう何も共有してないんですけれども、ここの、このカレンダーを共有っていうのをこうポンとこうオンにしてバッとすると、サーバーにこうアップしますと。そうすると、その招待メールとかそういうのがオープンになるんですが、これ出ちゃってる。そうなんですよ。いいのかなって、なんか次のね、いいのがちょっと出ちゃってます。メールで招待というのに、ここをちょっとこう入ってるんですね。今回のアップデートですでに入っているのは、ミクシーメッセージでご招待というのが出てきますというところです。でこちらでそれを、そうか、ミクシーメッセージでちょっとこうポンとこう叩くとですね、こういうふうに、ミクシーの、ちょっとこうログインから出てきちゃってますけど、ここもともとログインしていけば、ログインしてミクシーのところにメッセージを送るようなものができるというようなものになっています。ちょっと見えてはいけないすみません、 1.1 はミクシーメッセージの招待ということになってます。ミクシーです、というところまでが 1.1 の機能になります。出てきちゃったんでついでにというところがありますが、ここまでが 1.1 というですね、で次 1.2 があるんですね、もしかして。ですね、こうもうすでに、まだ1ヶ月も経っていないのに、2回目のというか、なんていうかこう多くの皆さん使っていただいていて、いろいろご意見いただくので、できるだけ早くやっぱりこういろいろ提供していきたいなということで、ずっと長い間貯めといて、ボイッと大きなバージョンアップで出すんじゃなくて、もうちょこ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 とこういろんな機能、できた時にができるだけ早く使っていただこうということで、割と短いサイクルでここアップデートしようかなと思ってて、すでにもう 1.2 っていうのが、12月5日に 1.1 が出て、まだ何日も経ってないようなですが、そうですね、1週間経ったかなぐらいだと思うんですけれど、1.2 っていうのを、出す予定に、予定というかもうアップルさんの方にはちょっと申請は出してるんですけれども、それがもう 1.2 で、出てくることになると思います。いつ出てくるかちょっとわからないんですが、アップルさん次第というところがあるんですけれども、今年の暮れか来年の頭か早いうちかに、アップデートされる 1.2 というものが出ます。それも見せてしまったところがあるのであれです。じゃあ今上松さんが今ご紹介しているのはもう 1.2 の機能も一部入っていたりという、開発をそのまましているので、開発環境が自分この中にあって、自分の中でも何が 1.1 で何が 1.2 で何がその次かよくわからない状況が最近ちょっと続いてて、なるほど、そうですね、それをちょっとじゃあ、セコンドスの時はもう少しこう小製品内容が増えたんですがあるんだろう、ちょっとこうこちょこちょこ、そんなに言い訳しなくても、よくなるという話ですので、年内に、早ければ年内ですね、出ていくところの、
もう一点にじゃあ、同じぐらいでもよかったんですけれども、じゃあ画面ちょっと切り替えてください。はい、1.2 からですとね、ここで、まあ、さっき一生懸命隠しましたけどもうすでに見えている状況ですが、そうですね、ツイッターでの招待というのも、はい、出ました。まあ、パルーっていうのは自分のお友達とまあ共有しましょうということなので、はい、メールとか、まあ、もしくはミクシーメッセージみたいなもので、そうですね、もうすでに場のあるところ、基本だとは思うんですけれども、はい、やっぱ時々もうちょっと広い多くの人仲間にみんなでバーッとこう公開したいとか、はい、そういうようなことがもしあればというところではあるんですけれども、うん、ちょっとそれだとメールだけだとちょっとあれなので、はい、まあ、最近よく使われているそうじゃない、皆さん多く使っているTwitterみたいなものもちょっと使って、公開するというのもどうかなというふうなので入れました。ただ今回はツイッターでしょ、ここでご覧いただくと分かるように、参照専用だけなんです。やっぱり、まあ、ツイッターの場合はかなり不特定多数になるので、はい、読み書き可能とすると、まあ、あんまり良くないことも起こるかもしれないなという、はい、まあそうでもないかもしれないんですが、はい、まあ、一応今回は、読み出し専用ということで、参照専用ということでツイッターで簡単に公開できるというのも、はい、今回じゃないです、次回そうですね、次回次回ですね、しし次回は、はい、とりあえずは参照専用だけにツイッターが参加、追加されます。そうですね、まあ、こんな感じでパルの大きな特徴にそのコミュニケーションというところがあるので、というか共有、招待というメカニズムを簡単にしていきたいというところがあるので、まあ、まずメールがあって、はい、ミクシーメッセージが 1.1 で出て、はい、まあ、その次ですね、ではツイッターとなってくるんですけれども、もちろんいろんなものありますよね、他にも。そうですね。そういうのが、こういうものが、はい、あると便利だなというようなのも、あれやこれやそりゃ、いろんなものがあるんですけれども、そういったものを、まあ、もしご覧いただく中で、あ、これがあると便利だなというのがあれば、ぜひ、はい、私の方に送って、コメントとかで送っていただければ、まあ、いいなということで、はい、実装していきたいと思ってますので、ね、で溜め込まずにだそうですので、ぜひ熱いご意見を。そういうところいろんなものをやっぱりできるだけ便利に作っていくのは、まあ、非常にパルの中でも重要なことだなと思ってますので、はい、まあ、作っていこうかなと思ってます。であともう一つ、1.2 のところでやるのが、これも要望の中に結構あったんですが、はい、今までのやつだとここでまあ編集でこう、はい、もうすでにまたこれも話しちゃってるからあれなんですけど、まあまあ、はい、いつもこう細い目これまでがどうだったかっていうのはいはいはい、出てこう書いて、例えば黄色にして変えたい時ですね、変えて段してもまた戻ってくると黒になる。そうですね、今ちょっとできないんですけど、それを、だったのが、やはりこう元の覚えていてくれた方が便利だねと、というのはこう細い線で書くとですね、まあ割とこれがまあ細くちっちゃく見えると。で、まあ、で自分は割とこうこの太い線で、あ、黄色になってる、よいしょもうすでにこう出ちゃってるんであれですけど太い線で、描いた方がこうカレンダーの上で見やすいと。そうですね、だ常時太い線を使いたいんだよという方がいるという時のために、もうすでにもう結果出ちゃってますが、この編集の時のペンの太さ、はい、まあ、ラインマーカーだったり、あと色赤だったり、こういったようなものを、ここで書いて、次に行って同じものがそのまま覚えられるようになりますというのがこう次の。これこういう時に今日カレンダーの中で矢印聞きたいねみたいなことの要望もあるんですが、まあ、今回大きなところでは書けるようになってないんですけれども、はい、これもこういうふうにこう書いて、これでこうやって、お、本当だ、簡単にこう前だとこう黒色変えなきゃいけなかったんですけど、そうですね、同じ色継続できるんで、こんな感じにすぐにポンとこう変えたりすることも可能と。これね、すでにお使いの方は多分、あ、これ欲しかったのよって。そうですね、これご要望結構いただいて、あ、やっぱりそっちの方がいいのかなということで、自分でも使ってて、やっぱりそういうのがいいなというふうに思って、はい、準備しました。これは今回じゃないんですけれども、今使ってるところを思いっきり見せちゃって、もうやる気満々なのでというか、もうこう規定で、ね、はい、年末か、もしくはまあ年明けか、はい、まあ、どちらかできるだけ早いうちに皆さんのところにこうお届けするようにしたいなというふうにやってます。はい。はい
そうですね、でもしお手元にお持ちの方はあのやってみていただくと、あ、これのことだって、そうだ、まだできないっていうのかもしれないけどで、あの、期待していただけるかと思います。すいません、まあ、より便利にこう、まあ、教育の同時にこういろんな便利に使えるように、こうストレスなく使えるように、まあ、ストレスなく使えるようにっていうのはセブンノートの頃からずっと始まって、我々のもう一つのポリシーみたいなものなので、まあ、そこはできるだけきちんとやっていきたいなということで作っていってますというところですね。まあ、ここまでがまあまあ割と具体的に決まっているところ、はい、というところで、具体的に決まってないところでもいろいろな計画、まあ、いろいろこんなのをやりたいねと、まあ、私自身も思ってるのもありますし、まあ、いろんなご意見の中でこんなことできないのって話もあるのもあって、はい、そういうのはまあいろいろこう難しいのもあるんで、なかなか、あのできるやつでこうできるだけこう、はい、ああなるほどなというところでこう、うん、こう提供していければなというふうに思ってます、うん。まあ、大きなところは何かというと使い勝手の向上っていうところは一つ大きなポイントではありますし、はい、あとまあ先ほども言ったこうコミュニケーション面での強化、はい、まあ、こんなことコミュニケーションツールなんだったらこんなのがあればいいよねみたいな感じのところですね、うん、まあ、そういったところのいろいろご要望いただいているようなところというのをまあ強化していきたいなと思ってますし、またまあカレンダーなんでこんなのがあればいいなみたいなのもあったりもするんですけれども、うん、まあ、そういうところを具体的にちょっとあれば今言いませんが、はい、言ってもいいですけどあの、そういうのをいろいろ考えているというところです、はい、じゃあ、これからもまだまだという感じですね。そうですね、まだまだ話していて、はい、なんかこう要望とかありますか。要望ですか、はい、言っちゃっても大丈夫な感じなんですか。どうぞ、はい、ですね、あの定期的な予定ってあるじゃないですか、あの、はい、例えば火曜日は毎週これがあるよみたいな、はいはいはい、そういうのがあのまとめて自分が書いたそのなんかなんでしょうね、お花のマークとかを1個書いてうまく書けたら他のところも全部これになってくれるといいなって思ったりもしてますって、今初めて言うんですけど、はい、あ、そうですね、もっと事前にちゃんとね、あのリストに加えていただかないと言わなきゃいけなかったのか、まあ、そんなそういう、まあ、いろんな要望を出して、はい、って、まあ、そう、例えば、まあ、うん、スタンプみたいな機能があるといいねとかね、とかね、そういうような話とかいろんな話はあるんですけど、まあ、そういうところを、まあ、順次なんとか、なんとかっていうの、うん、いや、パルミに関してすごくいいなというか、はい、そのなんていうか空気感としていいなと思ってるのは、あの本当に手書きで手で書いたもの同士でやり取りをするので、そこはねそのままがいいんじゃないかなと思ってるんですよ。そうですね、逆にそういろんなもの張り込めなくても、うん、今のところ私はそれでいいと思って、あとまあもう一つあれなのはこうなんかこう機能を増やした時にいっぱいいっぱいまたコマンドのボタンが増えていくとまた使いにくくなるんで、は、それは避けたいなと思ってるんですね、うん、もういっぱい機能を並べるんじゃなくてもうパッと見てすぐ使えると、はい、もう誰でも使える、もう子供でもおじいちゃんでも、もう、まあ、iPad とかそういうもの自体がそういうもの、ね、本来はそういうものなので、誰でもみんな簡単に使える、パソコンではすごい難しかったんだけどこれだったら使えるよねみたいな、うん、そういうようなところのコンセプトはやっぱり守っていきたいなと思っているので、はい、あのコマボタンがいっぱい並んだようにはならないのでご安心だけど、ね、ところではいきたいなと思います、まあ、ただそれをこうどう直感的、まあ、それとはいえなんかやっぱり機能もやっぱり必要なものもあるので、それをどう直感的に使えるようになら、はい、こう用意していくかというのはちょっといろいろ考えていきたいなと思っています、はい、今のところ日本でという予定なんですか。世界で、あのこのパル自身がもう世界に向かって発売してますから、だから英語版があってなんか、はい、あ、そっか、だから何カ国語ぐらいとかですか。だからユーザーに対するメニューとかは、日本語と英語があります。だからいつも新しい機能を作るとこう英語の、はい、訳人に頼むんですがだからちょっとそこは上山さんじゃなくてちょっとやってもらってるんですけれども、ね、はい、あのまあ、その英語のメニューというのはで、まあ、データ自体は手書きなんで何言語でもよくて、でそれをまあ世界中のアップストアで今売って、そうですね、売ってるじゃない、配布してるから、そうですね、配布してるというような状況、ね、なので海外の方とも、あの海外の方にメールを出して、で、あの、共有していただく、もう全然問題ないですね、世界中で、それこそがインターネットの一つのメリットもあるので、世界中全然距離感なくこう共有できるというところで、海外出張とかされてる人と共有するとかいうのでもいいかもしれません海外出張、海外出張、そうですね、今そういうニーズが、あの、はい、パルソのちょっと細く海外、ちょうどこうメタボジナルの海外出張行くときにこうちょっとそういう心配もあったんですけど、あの、はい、
パルーの場合、あの海外行った時にこう携帯電話なんかだとこうパケット通信で、こう、あ、そうですね、それがもう膨大に増えるとえらい大変だとかいう時の場合があるので、一応こうパルーは、はい、あの手元の状態ではもうその 3G とかそういう電話回線でもそのままやるようにしてるんですけれども、はい、それは使いませんよと、モバイル通信しませんよと、うん、最近のいろんなアプリそういうのもありますよ ね、 ありますね、モバイル通信せずに、うん、Wi-Fi の時だけ使えるようにしますよっていうのを、一応機能として持ってますので、はい、海外旅行とかの時はそれをオンにしておく と安心して、はい、こうパケットのリーズナブルな、ね、ご旅行がやることができると、はい、いうようなこともありますので、でまたよろしければそれも画面で、あ、そうですね、はい、これから年末年始ここの、はい、ね、旅行した時なんかですね、ご旅行なさるかもしれないので、設定はですね、この設定のところで、はい、またこのシステム設定があるんですが、そのシステム設定をして、はい、このさっきの2番目ですね、うん、モバイルデータ通信っていうのがあって、これデフォルトオンになってるんですが、はい、これを、オフにすると Wi-Fi の時だけ、はい、でしか使わないようになるので、うん、安心していただけるということになります。もうその辺はもう、うん、こんだけの話ですから、はい、そうですね、やっていただければこう結構便利に使っていただければなと。でかつこのパルーはそのネットワークつながってない時でもオフラインでも編集できたりとか、まあ、オフライン対応できてますので、はい、まあ、そういうのも安心してこう使っていただければなと。そうですね、はいはい、年末年始もぜひお使いください。そうですね、あと1点、はい、注意点で、はい、招待メールを、受け取った時に標準のメールアプリじゃないものを受け取るの注意点、はい、そうですね、基本的にこう招待メール受け取って、受け取った招待メール あのリンクをタップするとパルーにポーンと読み込まれると、まあ、そういう単純な機能なんですが、はい、それは受け取った側の人のメールソフト、うん、はい、メールアプリですねによって、ちょっとうまくいかない場合があるみたいなんです。リンクをタップできないっていうアプリがどうもあって、はい、具体的には Gmail とかちょっとあれなんですがそのあたりでもしあれば、標準のメールの場合だと確実に使えますので、はい、サファリですか。でそうですね、サファリの機能を表デフォで使うメールアプリとかであれば問題はないんですけれども、サファリを使っててもその上で JavaScript でかなりガーッと細かくこういろんなことを作り込んでいるとうまくいかない場合があるんです。Apple の提供しているこうアプリのそういうドキュメントからアプリを起動するっていう、こう手順があるんですね。きちんとして決められたルールがあるんですけど、そのルールを使える環境、まあ、サファリとか当然使えるし、うん、標準のメールも使えるんですけど、それが使える環境であれば問題はないです、はい、ないと。それがちょっと禁止しているようなアプリがあると、はい、まあ、いろんな意図があると思うんですけど、禁止しているようなアプリがあるとうまくいかないので、もしタップしていかない場合は、はい、標準のメールアプリで試していただければなというふうに思います、はい、そうですね、これちょっとその辺起動しないよっていう、こう、コメントなんかも結構いただいているので、ぜひ注意して、はい、あとはそうですね、 1.1 の時にだからそのリンクの下に標準メールでお試しくださいっていうのをちょっとコメントとしては一応入れたんですけれども、はい、招待メールの下に1行ちょっとそういうの、ああそうなんですね、はい、じゃあ招待メールを 1.1 で 1.1 は出ている方ですよね。そうですね、で、はい、はい、招待メールをお送りになった時にその、何でしょう、注意書きが入るようになりましたということですね、はい、できるだけこう誤解とか、ま、そうですね、お困りにならないようにというふうに改善は少し入れてます。はい、そうだったんですね。分かりました。そうですね。まあ、そういうところ、まあ、やっぱりいろんなアプリケーションが集まって作ってるものなので、いろいろそういうところも注意してやっていかないといけないんですけど、そこもなんか少しずつはこう改善しつつ、はい、いろいろ使えるようにしていきたいなと思っています。このように、はい、あと、タイムラインの方に、はい、ありがとうございます、どうもくださいと、はい、どこにっていう話があったので、はい、ツイッターの、はい、アットマークセブンナレッジというアカウントがあります。アットマークセブンナレッジですね。セブンナレッジのナレッジがなかなか難しいんですけど、はい。7KNOWLED G E。なんか上間さん出ます？ちょっと待って。なんかどこでもいいんで。そこに返信してもらうとか。いや、このここ宛てに、このアットマークセブンナレッジというものを入れていただいて、まあ、メンション。
という形でつぶやいていただければ、うん、我々ここのアカウントは全部見てますんで、うんなかなかのパルーだけだとなかなか広げないのでそう割となんか他 の, あ の, あの名刺としても出てきてしまうんですよね、はい、K ちっちゃいんでしたっけいや K はちっちゃい K で、はいそこへ向かって詰めていただければ、確実に今ここにいる上松が、はい、全部自分の目で見て、で、対応を一生懸命考えてくれます考えますアットマーク、はいアットマークセブンナレッジですね。で、お寄せくださいということになります。手書きで書いてますね。はい、手書きで今。はい、じゃあ、ちょっと待ってね、左切れてる。OK、じゃあ、セブンノーツで。アットマークセブンナレッジ、あってますね。はい。はい、で L です。はい、ここに。ここにやっていただくのはもう何しろ、確実に伝わりますので、はい、ぜひ。たくさんお寄せください。まあ、ツイッターを結構使ってますね、我々もね。まあ、ツイッターも見てますし、こういう、ね、ツイッター、そういえばこう、ツイッターで発信したり。パルーの場合だと、ハッシュタグの場合だと、言えたパルーは。ハッシュタグのパルーに APP、うん、もうそういうのも使ってますんで、はいまあ、そういうのもつけていただけると、我々もこう発見しやすくなりますね、はい、ぜひというところで。ただもうアットマークセブンナレッジと我々ミスにいられないぐらいのあ飛び込んでくるはいぜひ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 はいと、はいはいはい、ありがとうございました。で次回ですけれども来週木曜日になります、セブンノーズとスーペンを Kindle Fire HD でということで、はい、発売になります Kindle Fire HD を、入手予定でございますので、はい、まだ入ってないまだ届いてないですね、はい、12月の18日に届く予定でそれで、18日に届いてで20日には皆様にお披露目できます。なんか Kindle Fire HD あれはまだ日本で売られてるもんじゃなくて海外のやつ の, そ, の、はい、あそっか、そういえば英語しか書けないとかなんか言ってましたね、はい、そういえばね、うんで実際にはあの中ではセブンノースとも動かせてなかったというか動かなかったんで、日本のやつはですね、はい、今度はちゃんと日本ので日本ので、はい、動かせて、はいはい、ぜひお楽しみにお待ちください。もちろんスーペンもやりますんで、そうですね、はい、バッチです。上松も絶対出てくるんじゃないはい、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひパルーを使ってみてください。